札幌市子ども人形劇場こぐま座は、北海道札幌市にある人形劇専門の劇場。日本初の公立人形劇場である。開業は1976年7月24日。当時の札幌市長だった板垣武が、同市の姉妹都市であるドイツミュンヘンの人形劇場を訪れた際、札幌にも夢のある施設を作りたいと考えたのをきっかけに、日本初の公立人形劇場として、中島公園入り口の中島児童会館に隣接して建設された。定期的に人形劇公演を行う施設として、単なる貸し館ではなく、アマチュア人形劇団の育成、北海道外海外のプロ人形劇団招致にも多大な成果を上げ、以後建設される子供のための公立劇場の模範となる。通常、行政による劇場運営は稼働率確保のため内容を限定せず貸し出されるが、当初人形劇関係の利用のみに限定した画期的な試みだった。初心者のための人形劇教室の開催やその後の支援もあり、拠点確保の困難なこの種の活動に大きな便利が図られ、札幌市内のアマチュア人形劇団の活動を積極的に支援した。こぐま座開館40年日本初の公立人形劇場来月7日まで特別企画。毎日新聞。http://mail-ichi.jp/articles/2016071417-010/KD-L/K0403011010C2016年12月1日閲覧。ありがとうございます。